どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、今回はですね、シリーズで、いつもやっている、ガズが皆さんのどんな質問にも答えるよということで、それに答える回答編ですね。今回は、この動画、この動画に、のコメント欄に質問してくださった方の、回答しますということで、今回第2弾かな、第2弾か第3弾、2024年では第2、ちょっと再生リスト貼っとくんで、ちょっと見てみてください。あと、このシリーズはね、皆さんのめちゃくちゃいい質問が、来て、ガズさんもですね、すごい逆に勉強になる。皆さんもね、絶対見て損はない質問がたっぷりあるんで、ちょっと他の再生リストも結構いっぱい、やってます。全部で6回かな、去年からやってるんでね、あるんで、ちょっと他の動画見てもらいたいですね。はい、で、ぜひよろしくお願いします。で、今回もまた引き続き、質問募集するんですけど、できればですね、この動画、この本体の動画に、コメント書いてくれると、ちょっとガズもね、ちょっといろいろ整理がしやすいのでですね、なんかわかんないよとか質問あるなとか、これガズさん教えてほしいっていうのある人は、この概要欄にもちろん貼っときますけど、こっちの動画のコメント欄に書いていただければというふうに思います。はい。じゃあちょっと今回来てる、質問、ちょっと早速答えていこうと思います。ちょっとね、俺見逃している方がいて、ツッチーさん、もう2ヶ月前の質問に僕答えてなかったんですよ、これ。ちょっとこの質問から、いきます。ガズさんいつもお世話になってます。質問です。D コードから F コードに移るコツを教えていただきたいです。D コードから F。D って結構ガズレレではあまり出てこない D コードっていうのは。D コードってわかる ?D コードっていうのはこことこことこですよ。Am のとことその下とその下ですね。こうやって押さえる D っていうのはね。ガズの場合はこうやって押さえてます。一弦は、押さえないですよ。慣れた人だと、こうやって3つ押さえて一弦こう反ってね、鳴らさないんですよ。こことここのこの3つだから D っていうのは。D から F なんてどっか曲出てきたかな?まあいいや。ガズさんの場合はこうやって D はこうやって3本指で押さえるんで、D から F。確かにね、行きづらい。D から F。飛ぶよね。D から F。いう指の角度が、こっちの角度からこう回転するから、確かにやりづらい。はい。で、まずね、二つちょっと画像はちょっと考えたのは、D を、もういつものように D7 に置き換えちゃう。D7 に置き換えると、音結構似てるんですよ。D7 から F 行きやすいんですよ。D7 だったら、こことここなんですよ。2個なの。D7 は。D7 から F。だけどやっぱりどうしても F、D がいいよっていう人は、まず D を押さえといて F に行くときに一回離すじゃないですか。だからこれをうまく活用します。これはね、このガズレレの質問コーナーでもいっぱいガズが言ってることなんですけど、例えばじゃあ D から F で8ビートだったとします。ちょっと見ててくださいね。1、2、3、4。わかる今の。離して F。一回、一拍分、もう離しちゃっていいです。16ビートでも。わかる?このふんわり。よーく見ると、一回離してますからね。ねんだけだけてってって、ふわっと離して F。このぐらい隙間が空いててもいいです。最後の最後まで弾いてコードチェンジすると間に合わないから。この一瞬でやるっていうのはなかなかふんわり変える。だから最後ね、今日はゆっくりやるとわかる。聞いててね。はい。こんな感じです。ふんわり。開放弦全部のこの音を鳴っててもそんな違和感ないんですよ。大丈夫でしょ?こうやってちょっとふんわり、まあ、ことは悪いかもしれないんですけど、ごまかし力というんですかね、ふんわりどうすることで逆に、なんつうか、なんかせせこましくなくなるんですよね。おおらかにコードを変えるというふうに言っときましょうか。はい。そういうですね、ふんわりテクニック、ふんわりこう、コードを移動する、いい言い方するとそうです。ちょっとひどい言い方すると、いい感じでサボってくださいということでございます。はい。これでもいい質問ですね。ありがとうございます。ツッチーさん。ちょっと返事が遅くなっちゃってすいません。ありがとうございます。はい、じゃあ、お次の質問、いきたいと思います。お次の質問、はい。こちらの質問ですね。次の方は、まさにーさん。マサニーさんの質問、読みます、いつも動画楽しみにしてます。元気をもらってます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私の癖なのか、リズムの取り方の悪さなのか、8ビートのシンコペーション連発や、元にリズムを戻すのがとても、シンコペーションでね、リズムがズコーンと前に食い込んだ時に、
早くなっちゃうと思うんですよ。これは、人間であればもう、いつも、誰もがそういう要素がありますから、安心してください。それはね、みんなそうだと思います。コツなどあったらご教授お願いしますと。ちなみに、ストロークがアップでするシンコペーションは、謎にやりやすいのです。ちょっと待って。だっても8ビートのシンコペーションでしょうね。これシンコペーションでちょっと練習してみると、じゃあ、C から F でシンコペーションしてみますね。8ビートで。これがアップでするシンコペーション。8ビート。はい。こんな風な感じになると思いますけど、今ね、ちょっとシンコペーションで、大事なのは、ちょっとガズの体の動きを見ておいてください。うん。今、僕が、うんって言ったでしょ。このリズムが、ここの、うんって言ったところがめちゃくちゃ大事になります。ガズレレの、レッスン風に言うと、膝を打つときです。最初のレッスン動画で、こういうのあったでしょ ?8 ビートで。タッタッタッチャ、トン、タッチャ、タッタッチャ。膝を叩くのタイミングで、うんって言うんですよ。わかりますかね。ここで、うん、3拍目を感じないとどんどん速くなっちゃいます。これ感じないとどうなるか。なんかだんだん速く巻き込まれちゃうと。ここでマサ兄さんの質問を見るとですね、8ビートのシンコペーション連発、いや、元にリズムを戻すのが難しく感じていますということなんですけど、その下に、ストロークがアップでするシンコペーションは謎にやりやすいって書いてあるんですけど、8ビートのシンコペーションってのはもう全部アップじゃないのかな？ダンツ、ドーン、ツッコ、ね、アップじゃないですか。でシンコペーションだから、これは8ビートがやりやすいのかなと思ったんだけど、ここ見ると8ビートのシンコペーション連発は難しく感じるっていうんで、多分だけど16ビートのことかな。16ビートだったら2つのやり方があるんですよね。ダンツクタカツタンダンダタカドーン、ダウンですよね。今ダンツクタンツタンダンダタカダウンでシンコペーションもあります。16ビートでもアップもありますよ。ダンツクタカツタンダンダタカタトーンドーンとだ、こういうシンコペーションもあるんですけど、ちょっとこの辺が分かりづらいなっていう感じが、ちょっと質問がね、ちょっとガズがちょっと読み解けないんですけど、どっちにしても、うん、今のこの、ダンツクタカツタスタスタタカタドーン、うん、ダカツって、今の、ダンツクタカタドーン、うん、ダカツって、この、うんみたいな、伸ばしてる間に一回グーンとこうリズムを感じる。これが、めちゃくちゃ大事です。だから、8ビートの時だとすると、ダン、ダッタツタッタッタ、うん、ツタッタツッタ、この口で出すといいですよ。リズムのこう体の動かし、体の動きは変わらないわけです。せーの。はい。これはちょっと口で言うのがいいと思います。シンコペーションした後に、うーんという、これがいいと思います。はい。質問ありがとうございました。はい。次々行きましょう。はい。それじゃあ次の質問に行きたいと思うんですけど、その前に、はい。G ラボウクレレたちの、ポップアップショップがオープンしますよ。はい。4月の20、21、今度の土日ですね。ぜひ来てください。お台場です。お台場のデックス東京お台場ビーチというところで、開催されます。2days なんですけど、2日間ともですね、まあ、このね、動画見てくれる方はね、まあ、弾ける人だろうからあれですけど、Gラボスタッフの、せいちゃんによる初心者体験レッスンが2日間とも、随時行われていたり、20日はですね、ガズさんも登場しますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。20日をね、13時半からちょっとプチイベントみたいなのね、わちゃわちゃやろうと思いますんで、セッションももしかしてするかもしれないから、ウクレレ持ってきてください。Gラボのウクレレをね、触れるいい機会なんでね、ぜひお越しくださればというふうに思います。概要欄に詳細貼っておきます。はい、じゃあお次の質問いきましょう。シュウさんです。質問ありがとうございます。ガズさん、こんにちは。いつも動画ありがとうございます。2つ質問です。ガズさんは手首柔らかいですか？私は右も左も90度手前が限界。90度手前ってどういう手首の柔らかさなのかな。自然とロックフォームというか左手だな。16ビートの時は右手はガチャガチャしてる感じがしますと。二つ目は、ロー G で A マイナー弾くと音に違和感があるのですか？他の押さえ方と、あー、なるほど。あ、わかります。わかります。アドバイスお願いします。まず1個目。手首が柔らかいですかって質問ですけど。普通手首柔らかくない？これ、俺人と比べたことないけど柔らかいと思いますよ。あとほら、どうこれ。ブレイクダンスとかこうできますから。すごいでしょ。こういうの好きなんですよ、僕。
ほら、柔らかいと思います。はい。手首柔らかい。柔らかいね。手首っていうか、これも結構使ってますよ、ガズは。これ、見て。指のこの、開く、握る、開く、握ると手首のこれ合わせ技です。だから手首だけっていうよりは、この、なんていうのかな、指の開く、開き具合も、これも大丈夫ですね。で、ただ単にシュースさん多分手首を使ってる時、肘で引いてるだけじゃないから、16ベイトの時は右手がガチャガチャしてる感じがしますっていうことは間違いなく肘だと思うんです。ちょっと肘で引いてみますよ。こうなるんですよ。肘で引いてるとそうなる。だからこうなんです、動きが。こう引いてください。肘全然動いてない。肘で弾いてるとこうなってるわけです。これはもう手首とかじゃない、もうそういう話じゃないんで。でんでけだけど、この指開くとか、こう回転ですね。はい。これはもうね、多分ね、もう、なんていうのかな、もう癖なんだと思うんですよね。自分ではこう手首で弾いてるつもりでいても、鏡とか自分で動画を撮ってみたらわかるの、こうなってると思うよ。はい。ガチャガチャするっていうのもそういうことなんですよ。ガキガキってなっちゃうと、これ手首で弾かないとですね。はい。で、もう一個は、ロージーで A マイナーを弾くということです。ロージーっていうのは一体何かというと、4弦がですね、この、テンテンテンパーンって、これ普通のウクレレってこう、4弦高いじゃないですか。テンテンテンパーンって高いでしょ。これが1オクターブ下の弦を張るっていうのがあるんですよ。デンデンデンドーンっていうことですね。ちょっと今手元にはないんですけど、ガズレレの、ガズメロで使ってるエレキウクレレはロージーが張ってるっていうのがあるんですけど、それで質問のですね、A マイナーで音がね、ちょっとなんか違和感があるっていうことに、ちょっと今イラストでちょっとお答えしようと思うんですね。ちょっとこう、これ今絵を描いたんですけど、これ何かというと指板です。これフレットなんです。で、これが弦ですね。これが弦です、弦。で、A マイナー押さえるときって、これ4弦だと思ってくださいね。指をこうやって押さえて、押さえるわけじゃないですか。わかる？こう、今言ってるの。このフレット、このフレットとこの弦ですからね、これね。こうやって今、拡大してるんですよ。これが、だから、これが、逆に言うと1フレット2フレットどっちかな、どっちかな、こうやって見るから、こっちに1フレット2フレットか。はい。で、ここをこうグッと押すわけなんですけど、これ弦が太いとですね、どうなるかというと、こうなります。ちょっと今赤ペンで書くか、赤ペンで。これ見てください。さっきまっすぐだったんですけど、指でこうやって押さえると、ここに弦がこうグッとこう下に行くじゃないですか。それね、ちょっとね、ギューッと押されることによって弦が引っ張られて、音程が不安定になるっていうことがまず1個ありますね。ギューッと力入れて押さえすぎです。Am のこの4弦の2フレット、ロー G で。グーッと押さえすぎると音程が悪くなります。あともう1個は、しっかりチューニングを合わせていても、本当にですね、その楽器の達人に、この、オクターブチューニングっていうのは本当はあってですね、結構これは音楽のちょっと難しい話ですけど、こっからここの長さとかいろいろこの角度とかで、ちょっと音痴になりがちっていうのはちょっとあるんですね。で、お持ちのウクレレが、例えばコンサートウクレレとかテナーウクレレでネックが長いウクレレだと結構大丈夫なパターンが多いんですけど、ソプラノウクレレでロージーを張るとちょっとね、この音程がね、ちょっと狂いやすくなるっていうのがあるんですね。なんで、まあそこはですね、ちょっと専用のというか、しっかり調整してもらうのがいいと思うんですけど、ちょっと素人にはできない技ということになると思いますね。なんでコンサートウクレレ以上がやっぱりロージーを張るのはおすすめかなと、このちょっと2つのアドバイスかなというふうに思いますね。ただ力をまず A マイナーの時とか、ロージーを張る人は力を抜く。まずこれがまず一個できることだと思います。はい。ロージーは僕もね、あんまり使ってないんで、またね、今後ちょっと G ラブでも G ラブ、ロージーのシリーズちょっと検討を今しているんで、ね、ガズメロやるときにちょっと必要になるかなというふうに思っているんで、はい。その辺もちょっとお楽しみにしておいてください。質問、シュウさんありがとうございます。はい。では、もう、お一方質問、タクタクさん。タクタクさん、質問ありがとうございます。こんばんは。Facebook のガズレレ姫路の管理にしてます。ヤノッチさん。あ、ヤノッチさん。はい。よく知ってる以前よりね、ガズレレに楽しんでくださってる
仲間ですけれども、コロナ中の安心でわがままくくれで当たったり、鳥取砂丘でね、ガズレレやったことあるね、焼肉したり覚えていらっしゃるし、覚えてますとも、はい。つい先日、兵庫県姫路の野外ステージを貸し切って、白レレという世界遺産姫路城の城下で野外イベントを開催してきました。素晴らしい。41人のウクレレ仲間が集まりました。そこで以前、神戸や九州、四国には来られてますが、またカズさん姫路に来ていただけないかと、ぜひお越しいただきたいんですが、どうすれば来てもらえますか。今更ながらですが、よろしくお願いします。いや、嬉しい質問ありがとうございます。かつてね、その2018年とか2017年ぐらいはガズさんはですね、そういうところでもあちこち顔を出させてもらってイベントやっていたんですけど、最近はですね、コロナが、あったっていうのはまず一個あるじゃないですか。で、その後、コロナが明けて、じゃあイベントできるかなっていう時に、本当にありがたいことにですね、あちこちからそういうお誘いを、そういただくんですよ。で、ガズさんも最初、行ってみたいなとかいうのあるんですけど、ちょっとね、考えてみますとね、やっぱこれが難しくてですね、例えば、日本中からこう来てくださいって言われて、やっぱ全部答えちゃうとですね、まあちょっと とんでもないことになっちゃうというぐらいの、ことでございまして、まあすべて行くのはやっぱりちょっと難しいじゃないですか。で、じゃあ、あそこには行ったのにこっちには来てくれないのかっていう、まあ一個懸念があるかなというふうに思ったりとかもするんですけど、でもですね、ちょっと僕もなんかそういう講義にお答えする、なんかいい方法がないかなというのを考えてまして、ちょっとまた、時期は決まってないんですけど、何かね、なんかこう、ルールを設けて、なんかそうやって皆さんの、集まってるところに、お伺いするみたいなこともね、今ちょっとなんかいいアイデアがないか考えております。ちょっとね、考えて、皆さんもイメージしていただくとわかるんだけれども、なんか、例えば、こっちには行って、こっちには行かないっていうのも、なんかまた、あれじゃないですか。ちょっと僕的にもね、なんか、やっぱ難しいなっていうことも結構いろいろあって、そういうふうに、ね、来てくださいっていうふうにお声掛けいただくのはすごく、誠に本当に嬉しくてね、名誉なことであり、本当に楽しそうだなと思うんですけど、ちょっといろいろそういうこともありましてですね、今いろいろ考えている最中でございます。とはいえ、こうやって声かけてくれるってことはもう本当にありがたいことなんで、本当に、ちょっとまたね、なんかそういうアイデアというか、ちゃんと整理されたですね、またご案内していきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。矢口さん、いつも。はい。では、今回最後の質問かなと。最後の質問は、プンメルさん、ありがとうございます。ガズさん、こんにちは。苦手なコードもガズさんの手の位置を真似て調整したら、次第に押されられるようになります。素晴らしい。でも特定のコードの時、左手の小指がピンと立って、ね、なんかこうビール飲む時にこうやって、ね、小指が立っちゃうみたいな。小指がピンと立ってしまう問題がどうしても解消できないと言います。ほうほうほう。G7 サスポーなどの時は小指チタを使うので薬指の近くで待機することができる。まあそうです。使うからね。G とか G シャープ押し、A シャープ押しなどの G の指の形、G の指っていうのはこういうことですよね。その時に小指がどうなってるかって話ですね。はい。Gm7 のような少し親指をネックの内側にギュッと、これね。Gm7、これですね。これちょっと押さえづらいコード。はい。入れて、人差し指を反らせるような時は、気がつくと小指がピンとまっすぐ立っています。笑い。いや、力の入れすぎか、ただの癖なのか、指の形で仕方ないのか、点々と。ガズさんは特に小指を意識していませんかという質問でございます。ありがとうございます。全然僕は意識してないです。で、この質問はですね、ちょっと、一個ね、ちょっと僕も聞きたいなと思うことがあって、小指が立っているからといって、特に問題ないですよ。見た目とか、そういうもんだと思うんで、もしかしてこう G とかね、ピーンと立ってるとするじゃないですか。はい。でも別に音が綺麗に出ていたら大丈夫だと思うんですけど、まあ一個言えるのは間違いなく力が入ってるだけでしょうね。力を抜いたら立たないですから。もっと抑える力が強すぎるのかもしれない。コード全部。G も G シャープ押しも、ちょっとね、これチェックしてもらいたいんですけど、じゃあ G というコード、あんまりね、ガズレレでは G7 というコードが多いから G って出てこないけど、G を押さえてみて、普段押さえてる力で押さえてくださいね。で、だんだん抜いていって、結構力抜いても、コードの響きってちゃんと出てますから。そうするとね、力抜いたら小指もね、結構こう大丈夫、なんか自由になると思うよ。はい。はい。結構、力いらないです。あとはね、プンメルさんが持ってるウクレレ
にもよる。ウクレレ、これ G ラボのウクレレはここの弦高がすごい低いからあんまり力はいらないけれども、あのウクレレによってはこの弦高がすごい高いのがあったりします。え、ちなみにですね、弦高が低いっていうのは G ラボウクレレの特徴なんですけど、もうすっごい有名なめちゃくちゃいいウクレレでも弦高高いウクレレいっぱいありますからね。なんでその人のやっぱりそのプレイスタイルによって弾き語りとかソロウクレレとかでもそのセッティングって変わってくるんですけど、まあこの弦高がちょっと高いとやっぱりギュッと力入れちゃって小指が立つ、力入れたらやっぱ小指に力が入っちゃいますから、それが原因なんじゃないかなというふうに思いますけれどもですね。でもまあ弾けるんだったら別に立ってても小指が立ってても全く問題ないですからね。はい、それは見た目の問題だけど、でも疲れると思うからね、まあやっぱ全体的にこう緩めながらふんわり抑える、これで大丈夫だというふうに思います。じゃなかったらそんな力入れてたら、例えばまあそんなことはまあめったにないけど、1時間ウクレレ弾いていたらもう疲弊しちゃうでしょ。だからミュージシャンを見てください。例えば武道館とかね、東京ドームでやるアーティスト、ギタリストとかが2時間のライブでもずっとこう弾き続けられるってことはやっぱり力入ってないですよ、そんなにはね。はい、その辺がヒントになると思います。さあ、そういうわけで今回、質問に答えさせていただきました。どうでしょうか皆さん、こんな質問皆さんも結構お勉強になりますよね。さっきも言ったけど、このガトさんの質問回答コーナーめちゃくちゃね、もういいヒントが山盛りですから、あ、これ見るだけでもね、すごいね、時間見つけて見てもらうとヒントがたっぷりあるんでね、概要欄に再生リスト貼っとくんで、他の動画も見てもいただきたいんですけど、まあ、こんなように、質問がある方は、さっきも言ったけど、この動画のコメント欄に、どんどん書いていってください。で、次回また、ちょっと、質問が溜まったタイミングで、またガズがですね、こんな感じでお答えしていこうかというふうに思います。はい。いいですね。はい。お知らせ。こっち。これぜひ皆さんちょっと手に取ってもらいたい本。ガズが今度出る楽譜の本じゃないんですよ。エッセイ本です。ご機嫌ガズレレデイズという、めちゃくちゃいい本になってまして、弾き語りとか音楽をやる上でちょっと知っておいた方がいいことがもうたっぷり詰まった、いい本です。もう、4月26日に、全国発売。主婦の友社という出版社から発売になります。概要欄に、Amazon で予約できる URL 貼っとくんですけど、皆さんのお近くの書店さんで、主婦の友社から出るご機嫌ガズレレデイズを予約したいですって言ってくださるのもすごく嬉しいんですよ。はい。何卒ちょっとこの本を手に取っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。さあ、質問コーナー、今日も終わります。ということで、楽しく音楽していきましょう。なんか質問があったらお気軽に、こっちの動画にコメント書いてください。さよなら、バイバイ。